ばんは。6時のニュースをお伝えします。今回は千葉県松戸市にある21世紀の森と広場に、千葉県で一番長い滑り台が完成したとのことなので、福井アナが実際に取材に行ってきました。そちらの VTR をご覧ください。はい、福井です。私は今千葉県松戸市にある21世紀の森と広場という公園に来ております。こちらでですね、なんと千葉県で一番長い滑り台が完成したとのことなので、本日は私が体験していきたいと思います。はい、それがですね、こちらの滑り台なんですけども、なんと高さが10メートル、そして全長50メートルを超えるローラースライダーのスパイラルフォレストという滑り台になります。それでは早速上がっていきたいと思います。こちらの21世紀と森と広場っていうところなんですけどもね、普段はですね、バーベキューですとか川遊びなどもできるということで、子供から大人まで大変人気のある施設となっております。結構階段登ってきたんですけど、見てください、結構高いですよ。すごいな。いやー、このように自然も溢れていて、とてもね、いい休日を送れそうです。ということで、やっと上まで上がってきました。はい、それでは次、現場からは以上です。皆さんもぜひ千葉県の21世紀の森と広場に、千葉県で一番長い滑り台ができたので行ってみていかがでしょうか。以上です。